佐久間河合インターチェンジは、静岡県浜松市天竜区佐久間町河合にある3、沿岸新自動車道のインターチェンジである。国土交通省は2019年3月1日に、三作部 IC 佐久間河合インターチェンジの間 14.4km で、事業評価手続きを開始したと発表した。近くの原田橋が2015年1月に崩落したため、開通時点では、 国道152号へは、交互通行である河川敷の仮設道路を通行する必要があった。2020年2月29日、新たに架けられた原田橋が開通した。三円南新、三作母、佐久間川井インターチェンジ事業評価手続きを開始。静岡新聞。 https://www.at-s.com スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュポリティックススラッシュシズ静カスラッシュ 606342.html2019 年11月29日閲覧。ab, e693 エンナンシ自動車道、佐久間川インターチェンジ東映インターチェンジが開通します。 国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所2021年2月21日閲覧島正幸集落の命綱かかる期待原田京宝落明日4年中日新聞 https://www.chunichi.co.jp コロンススララッッシシュスラッシュアーティクルスラッシュ静岡スラッシュ tokai-news スラッシュ ck20190130200085.html2019 年11月29日閲覧放落から5年、原田橋が開通浜松。 佐久間、万感の渡り染め。静岡新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.at-s.com スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュトピックススラッシュ静岡スラッシュ 742068.html2020 年6月15日閲覧。ありがとうございます。